フンボルト博物館に展示されているクアッカの、白星クアッカは、ウマモクウマカウマ属サバンナシマウマの一ア種である。南部アフリカの草原地帯に生息していたが、すでに絶滅した。クアッハとも表記される。クアッカ、または、クアッハという名前の由来は、クーアッハクーアッハというその鳴き声を映したものである。年のある記録では、クアッカの鳴き声は、ロバトは、 かなり違っており、マスティフ犬のめちゃくちゃな吠え声に似ていたという。体高135センチメートル程度。外見上特徴的なのは、体の後ろ半分に縞模様がなく、茶色一色であることである。この縞模様は、馬との交雑によって発言したものではなく、クワッカ特有のものである。足とその付け根は白。葉の形や耳が小さく、馬と共通の特徴を有しており、 馬とシマウマのどちらに近縁なのか分かっていなかった。その後、DNA の解析により、サバンナシマウマが一番の近縁であることが判明した。通十頭で群れを作って生活していた。なお、同じ地域にバーチェルサバンナシマウマが生息していたが、混じり合わずに別々の群れを作っていたという。なお、一体何の利点があって、 体の後ろ半分に島がないという進化の仕方をしたのかについては資料に記載がない。人間による乱獲と開発に伴う生息地の減少とされる。肉は食料に、皮は靴、袋などに加工されるため大量に殺された。野生の最後のクアッカは1861年に射殺された。ヨーロッパ各地の動物園にいた個体はその後も生きていたが、飼育下で、 絶滅回避を図るには数が少なすぎた。この時、有刺療法のクワッカがいたが、オスのクワッカが暴れたことで、虐殺処分されたため、絶滅が決定的となってしまった。アムステルダムのアルティス動物園で飼育されていた最後の一頭であるメスのクワッカが死んだのは、1883年8月12日のことである。モカラ国立公園で、 保護されているバーチャルサバンナシマウマ。右の2頭はクワッカに似た島模様をしている。DNA の解析によってクワッカはサバンナシマウマの亜種であることが判明した。これを受けて後輩によってクワッカを復活させようというクワッカプロジェクトが1986年に発足した。事務局は南アフリカ共和国ケープタウンに置かれ。 カルー国立公園やエランズバーグの農場などにて繁殖が行われている。まず、1988年12月9日にクワッカに似た模様の個体が生まれ、2005年1月20日にヘンリーと名付けられた個体が生まれた。その後もクワッカにの模様のサバンナシマウマは増え続けており、これらの個体群はラウ・クワッカと呼ばれている。ABCD サラシナ・イサオチョ。 化石の分子生物学、生命進化の謎を解く、講談社現代新書、講談社、2012年、ISBN 978から4から06から288,166から1。ありがとうございます。